フォッカー・アインデッカーフォッカー・イー・インデッカーイギリス軍に捕獲されたフォッカー・ E3 フォッカー・アインデッカーはオランダ人技術者アントニー・フォッカーが設計した第一次世界大戦時のドイツの短座単葉戦闘機であるアインデッカーとは単葉機を意味するドイツ語であるフォッカー・ EI から E4 までの機体を指す闘機はパイロットがプロペラを撃ち抜くことなくその回転面を うして、機関銃を発射することのできる同調装置を備え、対空戦闘を目的に量産された最初の戦闘機でもあった。その威力は、フォッカーの懲罰として連合国から恐れられた。試作機 M5 の骨組みアインデッカーは、非武装の作敵機フォッカー A3 をベースとし、それに、パラベルム MG14 機関銃1丁と、それを制御する。 プロペラ同調装置をつけたものだった。アントニー・ホッカーはこのシステムの私的なデモンストレーションを1915年5月23日に行ったが、その際彼は試作機を自分の牽引車でベルリン近くの軍の飛行場まで牽引して行った。アインデッカーの最初の試作機であるホッカー第216号機を生み出すに至る経緯には、夫をパーシャウ商尉が深く関わっている。商位は、 第一次世界大戦の開始間もなく、フォッカー A シリーズ単用機の216号機を与えられた。その時は、非武装だった。この機体には、緑色の塗装が施されていた。パーシャウはその胴体右側面上部のコックピットの直後に LT ・パースカオと対処して、大戦の最初の1年のほとんどを、この機と共に過ごし、ドイツ帝国の東西両方の戦線で活動した。 1915年にフランス空軍のローラン・ギャロスがモラーヌ・ソルニエールを回収して中心線に固定銃を積むことで戦闘機の外、フォッカー工場はパーシャウ機の武装としてプロペラ同調装置付きパラベルム MG-14 機関銃を取り付けた。パーシャウはそのパラベルム銃を持って同年6月何度かの空中戦を試みたが彼の緑の飛行機の機銃は戦闘時には 毎度のように故障した。また、パーシャウ機には、コックピット後方に、おそらく E2 の生産型以降に装備されたものと、同様に、主燃料タンクを置いていた。さらに、パーシャウの A16、15機は、フォッカー工場に武装搭載試験のために戻された際、翼の取り付け位置を下げ、後にアインデッカー生産型の標準となる、重力形式に改められている。 もっとも、アインデッカーの生産試作型として5期制作された M5K、MG は、原型の M5 と同じ原翼形式で完成された。アインデッカーは、どのタイプも重力式燃料タンクを使用していたが、それは、パイロットの背後にある、主燃料タンクから、手動ポンプで燃料を上げ、常に満たしておかなければならないものだった。そしてその作業は1時間あたり、 最高8回も行わなければならなかった。方向打と昇降打はバランス式のもので、尾翼には固定された部分はなかった。この構成のせいで、アインデッカーは縦操縦と方向操縦に非常に敏感な機体となり、特に昇降打の過敏さは未熟なパイロットにとって水平飛行を難しいものとしていた。ドイツの激墜王、クルト・ヴィントゲンス少尉は、 最初の単独飛行の時の功績のでこぼこに比べれば、稲妻だって直線に思えると述べている。一方で、横操縦反応は鈍かった。これはしばしば補助翼でなく、翼を歪めることによる操縦法のせいであるとされるが、当時の単葉機は、たとえ補助翼をつけたものであっても、その主翼の合成不足によって、ローリングが鈍いか、あるいは予測できないことが多かったのである。 EI と E2 の主な相違はエンジンであった。EI は、フランス製の6 0ットグノームラムダ7、気筒ロータリーエンジンを丸ごとコピーした6 0ットオーバーウーゼル幽霊ロータリーエンジンを装備していたのに対し、E2 は、グノームモノスーパープ級気頭7 5ットの、コピーである7 5ットオーバーウーゼル UI ロータリーエンジンを装備していた。EI、E、 2のいずれも主翼面は原型である M5 のものと同じ1.88メートル翼弦のものを使用した。したがってこの2タイプはどちらのエンジンが確保できたかによって作り分けられ並行して生産が進められた。E2 の多くは修理のために工場に戻された際に E3 に改造されるかまたは E3 仕様にアップグレードされて完成した。アインデッカーの決定版は フォッカー E3 であり EI-E2 よりわずかに翼限の狭い1.80メートルの主翼を使用していた。オスバルトベルケの第62野戦飛行隊は1915年の末頃から E3 を使い始めた。E3 の一部は7.92ミ、mm、リメートル出版ダウ、MG08 機関銃2丁で武装していた。最後のタイプである E4 は1 1 9ットのオーバーウーゼル U3-14、14気筒複列、ロータリーエンジンを装備していた。武装は、機関銃3兆装備を試みたものの失敗し、機関銃2兆が標準となった。離陸するアインデッカー・アインデッカーの最初の戦果は1915年7月1日の未確認戦果である。その日、ビントゲンス商尉が指揮する5機のフォッカー m 5 k MG 試作機のうちの一機がフランスのモラーヌ・ソルニエール複雑パラソルタン容器を撃墜した。この頃、初期の EI は普通の航空部隊への割り当てとして一体につき一機が配備されていた。その目的は部隊ごとに6機配備されている複雑服用偵察機の護衛であった。その未確認撃墜の3日後、ビントゲンスは同じ E5、15の機体でもう一機の モラーヌパラソルを撃墜した。そして最初の空中戦から、丸2週間後の1915年7月15日、彼は、公式な撃墜記録を持つ、初のアインデッカーパイロットとなった。アインデッカーのパイロットで最も有名なのは、オスバルト・ベルケ仕様とマックス・インメールマンの二人であり、両名とも、第62野戦飛行隊の所属だった。そして共に、 最初の撃墜を1915年8月に EI で記録している。試作機 M5KMG の1号機は、ごく初期からアインデッカーの導入に関わってきたオットーパーシャウ。商尉が最初の A16、15機の交代として使用した。ベルケはアインデッカーでの最短撃墜記録を持つパイロットであり、1916年10月28日に、 戦死するまでの40機のスコアのうち19機をアインデッカーで上げている。撃墜スコア第2位はインメルマンであり、1916年6月に自らの E3 と共に空に散るまでに上げたスコア15機のすべてがアインデッカーによるものだった。インメルマンはアインデッカーでインメルマンターンという空戦軌道を編み出した。アインデッカーで5機以上の撃墜スコアを上げた。 パイロットは全部で11人にいる。ベルケ、インメルマン、ビントゲンスはいずれもアインデッカーで飛行している時期に当時必要条件とされた8機以上の撃墜を記録してドイツ軍人の最高勲章であるプールルメリット勲章を授けられた。1916年初頭にはベルダンの戦いで陶器を集中使用して一時は連合軍を圧倒した。各国も アインデッカーを手本として戦闘機の製造を始めた。アインデッカーの圧倒的な性能とその戦果に連合軍はフォッカーの懲罰と恐れ、連合国の飛行士は自らの非力な飛行機をフォッカーの英ジ機と呼んだ。同年、エアコーディ H2 と RA 会会 E2 の2種類の推進式戦闘機がニューポール11と共に戦線に到着し、それによってようやく アインデッカーの優勢は終わりを告げた。アインデッカーには全部で5種類のバリエーションがある。EI から E4 までの総生産機数は416機である。オリジナルのアインデッカーは1機のみ現存している。1916年4月8日、バランシエンヌからワスケハルに向けて E3 で飛び立ったドイツの未熟なパイロットが、モヤの中で方角を失い、サントメールのイギリス軍基地に着陸した。 そして自らの誤りに気づいて、気を破壊する前に幸福を余儀なくされた。E3 は、サントメールでも、ラーヌソルニエヌや、その他の連合軍機と比較試験をされた後、評価のために、ミルトシャーのアプエーボンに運ばれ、最終的に博物館の展示物となった。そして今も、ロンドンのサイエンスミュージアムに置かれている、インメルマンの蒸気であった EI も、大戦を生き残り、 ドレスデンで展示されていたが、第二次世界大戦の際に連合軍の爆撃で破壊された。フォッカー E3 諸言性能武装。ありがとうございます。